しようもないこの生活性と青春と正義、もうすぐ戦争なのになんで俺勉強なんかしてんだろう。あの部屋に早く行きて、俺の生きる場所はそっち。苦境を乗り切ったヒーロー的な姿、そこに自分を乗せてて。だからもうやめろよお前ら、弱い者いじめやめろ。そういう俺はケイちゃんみたいになりたかったんだ。もうあの部屋には行きたくない。なのになのになのに、まるでケイちゃんあの頃と同じ。よくそんな顔してたよ。